シェア。こんばんは。ありがとうございました。昼夜公演。ありがとうございました。じゃあサクサクパン入り暖色芋のポタージュでーす。まんわうん暑すぎて。3月31日の B2 公演で一目惚れしました。わ、嬉しいですね一目惚れじゃなくて惚れてください。じゃあいい顔してた。ほんまに嬉しい。お疲れ様。楽しかった。よかった。まこっち大好き。キュンです今日の髪型かわ、今日の髪型は固定ヘアほどいて適当に一つくくりにしただけですよ。うん、それ散らかしてます。言ったね。今日は4月2日昼夜公演でした。はい、昼夜楽しかったです。昼はもうね、めっちゃ暴れまくりました。もしかして弥生ちゃんとおそろ。そうなんです。弥生ちゃん来てくれるかなと思ったら今日はちょっとアンジー B さんのやつ着てました。合わせてこいよってな相談してこずに、そうなんです。昼は昼も夜も楽しく、夜でもあのあれなんですよ、 MC で全体 MC あんま喋れなくて体調があまり優れなくてごめんなさいねでも最後まで元気にやりましたまこさまもアンジービー、そう着てます、させていただいてます。おそろ着てるツーショットを撮りたいです。着てる時あったんですよ3回ぐらい。でもね、そうなんですよ。リサ無双こんばんは。新学期高校3年生っていう自己紹介が慣れないですまだ大阪出身高校3年生高校3年生って高校3年生ですよ。入った時が高1だったんで、そう早いですね時の流れとは。本当にもう卒業ですからね。劇場へ行こう。そう早い。今日公演仕事でキャンセルしてました。わお疲れ様でした。困りまこ、そう愛香さんからね DM が来ました困りまこかわいいって来ましたね。そうです、みんな変わってましたね。でも自己紹介昨日送ったんですよ、グループ8件のグループ LINE に。明日から自己紹介が変わるねって。そして弥生がなんかあの無所属弥生なんで間違えたこと言ってたら言ってくださいみたいな無所属です。そう何回のセットリストが好きで、うわぜひソネスタマンも追加されてね、楽しいですね。いい曲、そう無所属の辰本弥生です。あのインナーは知らないように。そうなんですよ、やってたらね
散歩してたワンちゃんが、うん、初音ネストマン、うん、ネストマン早く見たい、ぜひお越しください。はい、君が好きだ、うん、昼公演キレキレやった、ほんまに？ネストマンはね結構簡単そうに見えて意外と難しくて、みんなで今日もねリハーサル終わりと本番前に全員で合わせたりして、そう、公演チャンスあるはず、ぜひ来てください。 B2 だけじゃなくて他のチームの公演とかもさせていただくので、また来てください。次の日曜日はこっち公演何日ですかね。ねえ、オネストマン。こっち素晴らしかった、嬉しい。オネストマンのあれなんですよね。コールの入り方が難しいみたいな。お疲れ。ねえ、なんかめっちゃ難しいとこから入るみたいな。初日にね、初日あれだったけど2日目2回目の時からもう2日目からもうバッチーって決まってました、さすがです。うん、来週の日曜目落ちしてたんだね、出れるといいですね、どうなんだろう。うん、劇場入れるまでまこちゃん待ってて、待ってますよ、待ってます。そうなんです、とどろけミックスまでね、そうもうね何日、1ヶ月、ほんまや、ちょうど1ヶ月や、やばいです、リハ始まる気配ないです。いつものことです、もう表題曲とかなんか来そうじゃないですか、でもなんか覚えてこっかなって言ってます、初めからもうね、リハなんか天神姫とか結構驚くないですか、恋なんかもやったことないし、左柳とかもないんで、その辺網羅しとけば、そう、なのでね、そう先にねやっとけば、もう先手打っとけば、そう、表題予選って全部打っとけば楽かなと思って、高値とかでね絶望したんですよ、難しすぎて。ジュゴン入る？リカワもね、そうなんですよ、知らないんでね、まだ。そうなんです、先手必勝、それね、高値ほんまむずい、なんか僕泣きもあったじゃないですか、ハイドさんスターありがとうございます、ありがとうございます。なんか僕泣きの日に、前日にジオンさんが、ね、踊ってくださったんですよ、なんか踊ってくださいみたいな言ったら、鏡の前でねパジャマみたいな服装でスリッパ履いてね、あの一人でこう立てかけて踊ってくださってる動画が送られてきて、可愛すぎてもう公開したいぐらいなんですけど、そうなんですよ、マジで、え、マジで可愛い、ほんまにね、赤ちゃんでした、あれは本当に本当に可愛かった、バブすぎてもうそっちに目がいかなくて、そう本当にそう。公開したいですね、本当に。そう、
鐘もね踊ってくださったんですよ。もうマジで助かりました。炭酸せんべいさんありがとうございます。ターセン次の夢中ライブ入るか、あ待ってます。水曜日って何日ですか？ N 公演ですかね。お待ちしておりますよ。そうです。一生なくならないです。まだ2センチしか減ってないんですけど、見てください、見えない、全然なくならないね。お食さと行ってきたよ。お、お食さといいですね。お食さと、私でもうどん食べたんですよ。南蛮そばじゃなくてうどんにしました。美味しかったです、めっちゃ。やっぽっぽ、美味しかったですよ。なんか和食さとって何でもありますよね、本当に。お寿司もあるし、焼肉もあるし、しゃぶしゃぶもあるしみたいな、天ぷらとかもあるし、おうどんとかおそば全部あるから、そう、めっちゃ美味しかった。後ろの人がね、しゃぶしゃぶ食べててね、美味しそうって思いながら、そう、うどん美味しいです。チュルチュル系でした。うどんっていうよりなんかトゥルトゥル系のうどんでした。美味しかった。うん。4月4日までなので、ぜひ皆さん行ってください。あさってまでですね。そう、 うどん派そば派、うわうどん派ですね。でもそばも食べたくなります、たまに。そう、おはようございます。こっち、そうなんです。なるほど。日本人はうどんとそばが好きですね。夜は何食べた？今日ですか？今日はお昼に朝ごはんめっちゃ食べる人なんですよ、私。だから、あ、やばやば、うわ、やった。朝にあのお家でめっちゃご飯、八宝菜とご飯とサラダとか食べてきて、結構食べて、で、劇場来てリハーサル終わってからはタリーズのなんかドリンク飲んでアップルパイ食べて出ました。あんまりね、食べるとね動けなくなるんですよ、気持ち悪くなっちゃうし。夜公演前は何食べたっけ、夜公演前はなんかお昼のお弁当をマジで唐揚げ1個と、あとなんかアンパンマンのうどんみたいな優しいお出汁のうどんを食べました。そう、優しいお出汁のうどん食べて、その後に栄養ドリンク飲んで、マネージャーさんがドーナツを買ってきてくださったので飲みましたじゃない、食べて出ました。食べたかったんですよ、ずっと。なんかわらび餅入ってるやつです。そう、ストーリーに載せてます、わらび餅。そうそうそう、アンパンマンです。アンパンマンの優しいお出汁のちっちゃいこれぐらいのねやつなんですけど、美味しかったです。また買おう、ぜひ。私のロッカーにめっちゃね、こういう系あります。なんかお湯注ぐ系、トマトのやつと、ラーメンも、ポケモンのラーメンもあるし、トッポギもあるし、春雨みたいなのも入ってます。お寿司とかがね、たまにね出るので、なので、そうなんですよ。
食べれないので、そういう時に困るんで置いてます。トッポギとかもう半年ぐらい前からあります。ストーリー可愛かった。いい残った弁当誰かにあげるの、後で食べたりとかしますね。たくさん食べますね。そうストックしてます、もう積んでますおすすめです。あのアンパンマンの優しいおだし本当におすすめ。うん、魚食べれないんですけど、けどね回転寿司に行きたいんですよ今。回転寿司たまに行きたくなりません？うん、焼き鳥の缶詰も好きです。焼き鳥のねなんか白ご飯に焼き鳥の缶詰バーって入れて、あの卵あるじゃないですかの黄身と白身を分けて、白身だけをブワーって箸で混ぜて泡々にするんですよ。それをかけてその上に卵乗せてうわーって混ぜて食べたらめっちゃ美味しいですよ。本当にやってみてください。うん、回転寿司行きたい。エビオムソそうなんですよ。エビとマグロとがしか食べれない回転寿司はうどんのみ、確かにサイドメニューの方が頼みます。そう、チーさんとね約束したんで行きたいです勝手にうん、ぜひやってみてください。マコカツです缶詰の、うん、サラダ巻き食べれます。マヨコーンとあと炙りカルビとハンバーグとぐらいですそう、お花見入れない？今日誰と行きたいかみたいな言ったじゃないですか。当ててくれなかったから言えなかったんですけど私はチッシーさんっていう予定でした。そうですね、まあ分かってたでしょうけどそうです、聞かなくてもですよね。そうね最近でも全然お会いしてない。リハが始まる前には、ね、行きたいですね。うん、ガルナ人好きなんですよ私。ふっかるなんで、そうなんですよ。フットワークがね、明日遊べるとか言って、遊べるよとか言って、その当日に予定組んでもこう出かけれるみたいな人が好きですね。そう、すぐ来てくれる。あやかとかだからめっちゃすぐ来てくれてるし、遊べる、遊んでくれるし、嬉しいですね。そうそうそう、カルーの人がいいですよやっぱりそう、坂マジで重い前の方からね誘ってても、そう全然ね、なんかあれなんですよ。そうそうそう、弥生もふっかるですね。弥生はめっちゃふっかるですね。なんか急にその日に焼肉行こうってなって、そうそうなんですよ、そうなんですよ。美咲はね好きなんですよ私の、やけどね一緒にねそう遊んでくれないからね、ちょっとそうなんですよ。遊ぼうって言ってくるんですよ、あっちから。あっちからね遊ぼうって言ってくるのに、私が日程表示したら嫌とか言ってそうなんです。さくらちゃんが坂下真子は偉い。いえ、さくらはねめっちゃ正直に褒めてくれるから嬉しいです、素直に素直に素直に褒めてくれます。
そう、めちゃめちゃ褒めてた。嬉しいね。うん、南原公園5日、あれはもう限界突破です。人はね、追い詰められたらねできるんですよ。もうとことん追い込んでましたね。でもあの時はずっとずっともう涙腺がもうボロボロ。思いやりのすごい子だって。そんなこと言わないのに。普段ふっちゃんさん、タコありがとうございます。そう、ナンバラエティはね、でもアンコールがまだ表題曲だったんで、まだ救われましたね。怪我には気をつけて。どうやって覚えたん、どうやって覚えたんやろ。でも頭3曲はなんかいつか出るかもみたいな感じだったから軽くしてて、そうで、それでなんか N 公演が入ってめっちゃ久しぶりだったんで、そっちにめっちゃ時間注いでたんですよ。そしたらそれナンバラエティ出るって決まって、マジかってなって。覚えてって感じですね。スポキンのねロケだったんですよ、その時に。5日間の1日のうちに、ね、ボーリングのね会場の時にね、女子高生踊ってました。こうやってずっとカメラ回ってないとこでこうやってて、本番はちゃんとボーリングして。そうそうなんですよ。本当にでもね、結構トラウマです。楽しかったですけどね。結構もうキチキチの不安不安で出てました。でも優しかったんで、皆さんが、先輩方とか優しくて助かりました。八木公園も被ってたんですよ。シンポジというか久しぶりのポジションだったかな。久しぶりのポジションと N 公園のポジションと、あとスポキンと、あとラジオじゃない、 YNN のフーアさんの駆逐祭りも入ってたんですよ、前日かなんかに。で、夜終わってからもうね、やってました、ここで。ねえ、もう大丈夫ですよ、本当に。うんうん、確かに強くなりました、それで。うん、5月23のライブは期待してるよ。楽しみですね。うん、忙しいことはいいこと、確かに本当にね、お仕事もらえるっていいことですね、本当に。うん、求めてくださっているっていう、ありがたいです。うん、公演出てなんもですよ、本当に。研究生は頑張ります。そう、それでちょっとあのダーンってなってる時にジンヒーさんにね、ご飯を誘っていただいて、あれがなかったら多分もうやばかったです、私。闇の闇でした。あんまりやまないですけど、やむとか言っときながら、やむって言ってるうちはやんでないです。そう、またモバメで出る曲の日って、それはちょっとお楽しみですよ。そうなんや。体調崩さよね。はい。ね。こぼした。やだー。ごめん。やだ。こうやって見せてて。やば。ボト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 って。やだ。そうです、桜田 DD 彩香ちゃんでした。
インフルの時のこと慈悲の俺恥ずかしいな、そんな言われたら、うん、そうですね、そうです。桜田 DD 愛花ちゃんがね、ジッヒーさんのね衣装を着てたんですよ。ねえ、プレイリストで、そうそうなんです、雪乃花かりんさんの衣装着ててプレイリストね、そうねえ、ジッヒーさんの衣装着てたもんな、プレイリスト周り。嘘つけ。ちひさんのやつ。嘘つけ。しかもなんかあのさ、インスタ投稿したちひさんストーリーで宣伝してくれてて、マジちひさん。私ちひちるやから。一番最初につめた。うるさい。私だから。うるさいよ。ごめん。うるさいよ。一番つねってもらったの。愛は浅はかなくせに。あんま言えてないよ。そう。プレイリストそうですよ、本当に。お仕事でね、かぶっててね、本当はあれなんですよ、そうなんですよ、そう、お仕事、まあいいことですけど、かぶっちゃってて寝れなくて、その日は、そうなんですね、本当に。そうなんですよ。朝はがないうん、まあいいことです、うん、そうなんですよ、タイガースのねお仕事があったのでその日はいなかったんですけど、うん、ミユさんの生誕祭でミユさんいじれないですそうですそうです、本当にダンの両手振りって難しいですよね。ツタヤ恵比寿橋店さんで、あの予約受付があるやってるので、詳しくはツイッター見てくれるとあれなんですけど、ルックブックが発売されて、そうなんで。うん、そうそうそうまあね、また機会があると信じて、そうそうそう、うん、サイレンで見てました、昼公演嬉しい、ありがとうございましたうん、そうですね、やばい、何もやってます私、ランキングはもうかな、そしたら13位ゆかぱぱさんありがとうございます、12位コージーさんありがとうございます、11位ひじきさんありがとうございます、10位そらちゃんありがとうございます、9位きよさんありがとうございます、8位ふっちゃんさんありがとうございます、7位チキンナンバさんありがとうございます、6位バーリーさんありがとうございます、5位北野大地さんありがとうございます、4位トムさんありがとうございます、3位ダンさんありがとうございます、2位炭酸せんべいさんありがとうございます、1位ハイドさんありがとうございます、ありがとうございました。今日は日曜日ですか、日曜日ですね、はい、LJK になりました、
もう JK ブランドもあと1年で失効してしまうので大切にたくさん使っていこうと思いますあのタピオカ屋さんの学割もね、いっぱい使おうと思います1年でありがとうございました。明日からね、また1週間頑張りましょう。一緒に水曜日には N 公演にも出させていただくので、またぜひ見てください。ありがとうございました。よく寝てください皆さんは。今日はありがとうございました。